真島コロ、惜しかったな。こんな時代に踊らされてなかったらその拳でてっぺん取れたかもしれん。あんたにはそれだけのもんがあったはずや。バカ正直に生きてきたわけやない。せやけどな、俺の周りにはバカに生きてバカに死んでった男たちがおった。そいつらのくだらん生き方が俺は男の最高の生き様やと気がついた。ラッキーなんだな。天野、お前か。余計なマネしていられぞ。おら、島野が始末したはずの男がこうまで俺に盾ついてくるとはな。マジバ、おかげで阿波野も使い物にならなくなっちまった。島野も消さなきゃならねえ。面倒ばかりだ。堂島宗平、そこにいる男は体力で一番金がかかる殺し屋だ。そいつに仕事を受けさせるルートと金がある限り俺は誰だろうが好きにやれる。力ってのはこういうもんだ。お前らだけはもう何があっても死んでもらわな収まらんのや。せやないとあの子は黒い闇から逃れられん。ラオグエイ、油断するなよ。